ナイス。それいいな。めっちゃ。ナイスナイス。足出てね、城島君。ナイスか。ナイス。はい。言うてしかない、それ。足が。ほらほら、いけいけ、ほら。やる前にも出されちゃってるから。そう。ラストオッケー。ちょっとやりづらいね。すごい。距離が。いやー、ということでね。いやね。大人の夏休み。お盆ですね。お盆終わりましたね。本当にお盆。本当何や。お盆に何やってん。面白いな。後ろなんか言ってます。死者を痛め。ああ、これダメだ。さあ、そんなダメです。はい、どうですか、練習。楽しい。いや、楽しい、ね。就職やめて来た甲斐があったね。そうそう、いろんな経験を。早く就職しないと後悔するぞってね、みんなに言われてね。そうそうそう。最高笑えればさ。こんなんでもやっていけるんだから。ゲスト、ありがとうございます。急に曇っちゃってるね。ってるすみません。やっぱキクトさん相手に前に。いや、軽くやったんだけど。いやだけど。いやもう。俺ちょっと新しい発見してしまった今日は。やっぱ変則って大事だね。大事ですね。しかも何がやだって変則なつもりがないっていう。普通に投げたらこうなったみたいなもんですよね。ピッチャーがね。普通に投げることはこうじゃ投げたみたいな。でもさ、メジャーリーガーなんかみんな変則じゃん。そうだけど柔道も刀も確かに、もうあれそうですね、変則強い人いましたよね。そう、もうみんなそうですよ。あんなね、日本見て綺麗にやってるのってない。いやー、さすがすごい。あ、でもすごい、なんかやれそうですね。これ芸人の打撃だったらかなり、いやレベル一番ですね。いやー、もしもね、前とかそういう話があるね。あの、やりましたね。ね、あの、立ち技王とかね、あ、やってましたね。やりすぎコーチとかでも、ね、見ようよって話をして。あ、本当ですか。ただ問題はね、15秒で終わればいいんだけどね。短いことやる。ブレイキングダウン系ですね。ダメだー、喋れない。もしやめ、ちょっと落ち着いてからゆっくり寝て大丈夫です。エコサダって YouTube 続けてるんですか、ちゃんと。でも最近はもう難しいですね、あれね。YouTuber 的なものはやっぱそうなんで。やっぱそうだよね。今子供向けの一番いいじゃないですか。歌とか、まあ、あとピコ太郎さんがたまに新曲を出すから。なるほど。ピコ太郎さんのプロデュースもしなきゃいけないから。基本2ついるからね。2人だから大変ですよ。TikTok やらないですか。ああ、TikTok ね。みんな面白いですね。でも見てるとね、TikTok ね。今ね、あの、寝技系の TikTok とかありますよね。ああ、そっか。なんかあの、目が出てた。あ、はいはい。鍵原さんの写真みたいな。あ、詳しいっすね、俺より。なんで詳しいの。なんか昔から今のとこまで小坂さん知ってるから。そうだけど、小坂って今のそんなお笑いなんて見てるわけないでしょ。いや、見てますよ。ちゃんと見てる。見てます。あの、そういう何、M1に来た子お笑い全員知ってるじゃん。いや、まあ、でもそうなんですよね。それはすごい。なんでかって言うと、それはすごい。きっとね、お笑いオタクなんですよ、これ。お笑いオタクでお笑いしたかったんで。ネタ見せとか面白くないですか。うん、違いますか、うん、こういうとこでね、ネタ見せてやるんですよ、公民館で、全員地べた座って、順番にネタやるんですよ、でみんなこう、牽制しながらね、笑うかみたいな感じで、やっていくんだけど、明らかに面白いと思うんですよ。へぇ、ああいうと、あと明らかに頭のおかしいやつがあるんですよ、そういうの見ると、めちゃくちゃ面白いんですよね。あいつ頭おかしいとか、あいつすげえうまいとか、そこで面白かった人しか今いないですよ。あ、そうですか。もう朝から晩まで500組とか。ギャラの中で生命の2、3組はやっぱりいまだに海外水魚、クリームシチューとか、はい、ネプチューンとか、あ、いまだにね、やっぱりユーターハンツーチームとか、ね、あんだけみんながつまんないテイク2でさえ、アズマックスでさえ、やっぱり面白かったですからね。あんだけみんながみんな笑ったことがないのが自分アズマックスでしょ。ね、うんうんじゃないよね。そのタイミングですね。聞き入っちゃうとこって、はいはい、どっかで絶対何かあったら拾ってやろうって意識がずっとあるとですか。これは自然なんで、今の、まあ自然になるだから、何なのと、あの、その、スパーやって、ずーっとなんか考えてるじゃないですか、やりながら、なんか、会社を。俺の顔なんか見てないじゃないですか、なんか、ずーっと、おー、みたいな。僕、だから、あれだと思うんですよ。で、あれが癖になってたら、急にレシアでも、こうやってやると、こうなりません？ああ、確かに。みたいなもんですね。
だからなんか誰かボケてるだろ、勝手に、そうもう勝手なんだよ、もう誰かがどうせボケるし、あこれも誰かが突っ込むから、いやでもそういう人が集まっちゃってるから、飯屋行っても普通に会話しても急にボケるし、あなるほど ね、必ずそれ好きなんですよ。今だとさ、マジマジし終わった時にじゃねえだろっていう、はい、これねすごいですね、早かった今ちょっと、そうね、うん、今から真面目にちょっとあってそこによく頭いったな。天然でやってるんですよ。天然で、マジですか。天然で突っ込まないけど、キスはボケなんで、キスはボケなんで、明日は突っ込んだからダメだよ。もちろん、いやーでもな男と女っていやでもこういうのって面白いですよ ね、何が面白いですか、ね、あのいやでもね、あの彼女はね、欲しいですよでもね、彼女はねっていう、あれがもう僕の気持ちで、なんか、それだけは、まあ、天然であるっていう、まあ、ボケはね、あれかもしれないですけどね、上手い人がいると、成立するっていうか、このなんか、なんだろうね、ツッコミの速さとかね、すごいな。僕らって、やっぱスポーツもできないし、勉強もそうでもなかったから、学校でどう思ってるかっていうと、人気者しかないんですよ。なるほどね。ところが僕らの時代って、お笑いってそんなトップじゃないじゃないですか、人気者は。僕らよりも後ぐらいじゃないですか、僕らの時ってやっぱ男前不良、スポーツ、勉強ぐらいで、お笑いって変わりましたよね、途中からね。だって今面白い男っていうのはかっこいい男と思うね。いや今もう、だってもう超えてんじゃないですか、超えてますよね、絶対女子の好みと。だって山ちゃんがね、蒼井優香と結婚する、確かにね、そうですね、本当に最後最後って言われた。別に山ちゃん男前なんですけどね、背の高いしね、背の高い彼女いないです。どういう人がいた、どういう人ですか。なんかでも思い上げある人ですか。でも思い上げがあってさ、ここのは全部耳とかいう人とか、いやそりゃ最低や、それは顔はでも思いやりあるんだ。じゃあ全然思いやりないんだけど、広瀬すずと超思いやりがあって、顔に耳、あそれは広瀬すず顔が好きなんだ。顔からですかね、もちろん顔ですから、はい、ね、でその後性格悪くてもどこにかなんか付き合おうとしちゃうんだよ、何なんだろうね。ルッキズムって今近くて、ね、好きな顔ってあるじゃないですか。あ別に美人だったら誰でもやるないし、嘘は全員やるわけないし、うんね、自分に程よい人がいるじゃないですか。なるほど ね、 ね、あの女子でねバーみたいなのにお笑いの大悟が好きなタイプだって、なんでって言ったら、情に熱い人は好きなんです。なんかすごくない。難しいな。難しいな。スネープ引き殺して、教え料理をどうぞみたいな。難しくない。せいぜい取り入れくださいよ。何その、スズメをやってられて。僕たちは言い訳を求めるんですよ。言い訳、きっと単純に面白くて金がある大悟がいますよ。いや、面白い。これは面白い。そうなんですよ。僕らはそうじゃないですか。確かに巨乳で肌が綺麗、エロいのが好きなのにそれは言えないじゃないですか。確かに。確かに。で基本はそこでみんなごまかすのは優しいとか、でもそれが嘘なんじゃなくて、なんかよく言うなんか、心理の改造ってあるみたいで、僕ら全員欲があるじゃないですか。寝たい、ご飯が食べたい、それを直接出すことが違うから、ご飯を食べたいんじゃなくて、一個美味しいものが食べたい。すごいね、食べたい。っていう風に、これが文化らしい、文明らしいんです。で、だから言葉なんて、気持ちを表す記号だっていう言葉があって、僕、暑いったって、暑さが全員違うわけで、だからあくまでも記号なんで、情に熱いって聞いたら、ああ、情に熱い部分が今日は思いついてるんだ。でも絶対あの見た目と、まあ、モテるんで、それが。モテるんだよ。なあのでネットとかではあまり悪口そんなに言わないし、すごいこうね、あそういうことか、熱い男で泣くとか、ギャップじゃないですか、うん、あのこわもてで面白いこと言えるのに泣けるから好きがあって、結局は面白くて売れてることが出てますよ。あれ面白くて売れてないと好きにならないですからね。こういうのいいよね。女子は絶対納得しないですよ、それしない、うん、あでもね、うん、納得する人もいます。あ本当にそれは頭いいわ。一番僕女性と男性で違うのは占いの考え方なんですよ。うん、占いいろんな話持ってる。占いを楽しめるか楽しめないか。占いってどうですか。占いは好きですよ。人生かけれます。いやいや信じはしないですね。
信じることはない、うん、でもこれも例えば男性よりも女性の方があんまり言いたくないですけど、うん、指導をすると、うん、まあ自分肌体験的に肌感覚的に女性の方が占いを信じてないくせに楽しむんですよ、うん、楽しめるんですよ。ただディズニーとしてです。あのディズニー僕大好きなんですけど、僕ら女性の感覚が強いのが、ディズニーに行ってアラを探したくないんですよ。アラはないんでね、あの世界に。いちいち裏をね見てる、あれちょっとこうっていう人で冷めません、はい、男って男って怖がりで、うん、認めちゃうと洗脳されちゃうのが怖いから、うん、常にこう、なるほど、女性の人は絶対洗脳されないって自信があるのか、うん、もうハマるだけハマって面白いって言いながら、うん、帰りも何だよってケロって言って男は何だったの、何だよだったの、えって言いながらそのままなんか階段踏み外して気がするみたいな、うん、きっとどっちかっていうと、男の方が実は下手だから怖がってっていうところとかあるのかな、うん、みたいなもんで、うん、なんかこう言葉を真に受けすぎるというか男は、あ、だからなんか深いことを言っても伝わらないみたいなのがあるんですかね。で、こっちは深い言葉を深く取ろう、深く取ったもの勝ち、かっこいい。でも、伝わらない深い言葉って意味がないですよ、きっと。いやでもこういうなんかね、その鋭いツッコミは好きだね、今のっていうのはね、女子からしたらさ、真実なの、はいはい、真実が欲しいんですよ、私は真実がみんなわからないし、真実をみんな知らない。いや、知らないですよ、思いっきり言うわけよ、それは。それがいい、それは違うんだって、そんなのが情に厚いとも好きになってしまうんだよ、実はみたいなね。実際はいい人なんですか。いやもう千鳥はもう最高ですよ。あ、なんですか、千鳥最高。そこは最高なんだよ。何言ってる、悔しいな。手がかれてる。やっぱ千鳥で悪い人ってあんまりいないんですよ。千鳥ってよく笑うんですよ。あ、そう。で、うわーっつっておもろいってなるんですよね。当たるんだよね。これがね、自信があるというか。逆に。ええ、結局自信があるらしい。自信が、もう笑えるってことは余裕があるんで。いい、うん、これは君一生くらい使ってるよ。いや、マジで。いや、別にお笑い言うじゃん。別にお笑い人を笑かしたくないでしょ。いや、お笑いじゃなくて、あの、日常で大事ですか。日常でね。うん。で、なんていうの、自信があるからって表現って今初めて聞きました。いや、人に好かれるよとかそういうのもあるじゃん、例えば。でも、それは自信がないとできないみたいなこと。面白いのは今、あの、千鳥は素晴らしいっていうのがね、それを初めから言えばいいじゃないですか。それを言わないで、いや、あの、売れてるからね、大体。いや、その、そう、本当真理をまず言う、そう、面白いね。だって、売れてからやっぱモテました。まあ、そっか。あの、テレビ出ると、これだからに、あの、認知の一致っていうらしいんですけど、うん、あの、テレビで見るよりかっこいいですねって。まあ、ありますよね。写真で見れる、あの、うん、有名な人って、うん、あら、実物男前じゃないって、うんうん、あれ実は、うん、ふわっとテレビで認知してることって、この本物が一致しただけで、うん、男前って勘違いするんですよ。つまり、あの、なんか昔好きだった人に似てるだけで好きじゃないですか。昔好きだった、昔の彼女に似てるから好き。これ別に何もあれもない。だから自分が思ってる認知にはたってはまる。なるほどね。だから試合で見てるフィクターさんが飲み屋にいる、かたってはまるからモテる。ただ無名はこの認知の一致が少ない。だから男前、あの、人気があって売れてるから、好きっていうのもある。それはありますよね。情報はありますよね。昔、あのほら、あの、スポセンの後に、ね、菊田さんの須藤元気とか入ったの。あ、ね、ビッグボーイとか、ハンバーグ屋さんに。知らないですか、うち。すぐ裏のハンバーグ屋さん。いや、知ってます、知ってます。それは知ってるけど、行きました。行って、はい、で、元気もいて、はい、その時で元気は、将来エンターテインメントやりたいね、出て行って、うん。政治家は行ってなかったけど。ってます。で、今の入場も全部生かすんだ、うん、こうやるんだ、全部逆算で、うん、いついつでやれる。こうでこうでっていう、しんすけさんそうなんですよね、聞いてると。島田しんすけさんは。バイトしてそうなんだ、きっと自信がないからこそ、ロジック組んでつける。あ、僕もそう。面白いね。で、きっと、もう天然で強いですよ。いや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 、もう天然で強いです。で、そういう人を見てきて、僕はアンディはそうだったんで、天然で強い人を見て、どうすればこの人が勝てるんだろうって、いろいろ考えて、自分なりにこう、笑いから、いろいろ勝てないですよ。同じですよ。でも人も同じことですよ。あれはそれは格闘技かな音楽かなって悩んで、格闘技のがいけるかもしれないと思って格闘技、そこも選んでるじゃん。しかもワールドだね。そうで、ワールドだは心を見せるっていうのをなんか、なんていうか魂とか精神を売りにしてるから、ずっと外国人の現場みたいな。
ことを言ってましたけど、あんな格闘家いないですからね。でしかもそれを決めてから踊り始めたからね。やれるかやれないかも分かんない。ああ、無駄ちゃったんだもんな。だから普通器用貧乏って言うけども、すごいよね全部。ピアノなかなかでこういう座談会やればいいじゃん。座談会よ。だからあの昔でほら、あの正座して先生の話聞く、うん、あの武道の心、ああ面白いね。人生を語るの全員で議論をして、で終わった後やるっていう、はい、なるね。あ、面白くないですか。面白い。いつも言ってるんだけど、このここまで深く考えるでしょ、これがやっぱり、ね、人生のね楽しくするコツだよね。本当ね、このね一人で全部楽しみを追求、こんだけ考えてるんで一人ね、楽しいでしょ。楽しい決まってるでしょ。でもちろん奥さんは、ね、大変だね。奥さんはついていけないよね。奥さんは絶対ついていけない。大変だね。ハワイの、ね、マウイ島の火災があった場合にどうすれば逃げれるんだろうとか真剣に考えるわけですから。大変だね。で奥さんはこの間見た感じだと聞いてましたけど、うちは普段はもう聞いてくれるんですか。あんな聞いてくれるんですか。基本はあの、あ、すごい、うーんって聞くんだけど、別に何でもそんなこと考えてどうするのっていう。じゃあうるさいとかそういうのないですか。ないです。それはないんだ。基本はね、喧嘩ももう僕付き合って10年ですけど。ないですね。2、3回ないです、ね、2回ぐらい、3回でもこうやってさ、さっきのさ、ディズニーの裏側を見たくないとか、やっぱファンタジーの中で生きてるから、もうファンタジーのまま死にて、僕も一緒にそれ。ね、余計だからね、うん、つまんない裏目どうすんだっていう。ああいうのが今日の締めの。ありがとうございます。誰でもよかった。いや、そういうのあるでしょ。いやいやいや。いや、もう、うまいことやってください。ありがとうございます。いいですか。すみません。いやいや。いや、ちょっとね、全然以上もほら、旅行ったよとかしてるんですよ。そんだけの。あの、意外と、さ、俺は、あの、たまにこう見てるけど、ね、さ、あの、一人語りやっぱり行きます。一人語りいいです。今、カメラに、この一人語りいいかな。この絵ってパワーないですか。ある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 。ごめん。ね、こうね、こうなんですよ。そういうやつの向きでね、ただって、これで皆さんこれ、これ、これ、まあ、これ、だからこの絵なんてね、みんな興味ないですよ。だってあの友達の喋ってる輪に入るとこれ一番怖くないですか、こういう風に。確かに。これテレビなんですか。これがね、ラジオなんですよ。そうか、これ皆さんこれが YouTube のいいところなんだね。そう、これで、キッカさんが今まで強かったやつ言いますってノゲーラこうでしたって言うけど、俺も超見たいです。ボクシングっておっしゃらなかったんですよみたいな。ボクシングルーベアとしかおっしゃらなかった。笑っちゃうと思うんです。知っとけ。戦うんだから知っとけよって。俺はつまらんで、ね、面白い。いや、いいかも。いやー、なんか